はようございます。おはようございます。新地登山部です。はい、ということで、いよいよやってきました三重県の遠征第一発目の山はここ浅間ヶ岳です。はい、出会いの広場からスタートとなります。ちょっとね、カメラ撮られてるんで緊張してるんですけど。はい、りっちゃん姉さんも来てもらってまーす、はいはい。おはようございます。よろしくお願いします。はじめまして。はい。今日はしんじさんのファンの方がね、たくさんいらっしゃって、はい、私、影からこっそりとついていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、たくさん、15名かな。はい。こっちにね、映ってない人もいますけどね。はい、15名の方と一緒に、視聴者さん、知り合いの方、YouTuber さんということでね、たくさんの方と一緒に浅間ヶ岳楽しんでこようと思います。それでは、行ってきます。ご安全に。行きましょう。はい、ということでね、9時47分。どうぞ、喋ってください。はい、9時47分ですね、スタートしました。最初はカウンターからかな。まだあるんかな。いや、ないよ。え、ないよ。なくなってる。やっぱね、2年も離れちゃうと変わりますね。はい、といった感じでスタートしていきましょう。はい、登山開始早々、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。新地登山部です。ありがとうございます。気をつけてきてください。はい、ホームなんすね。ホームです。あ、楽しんできます。ありがとうございます。はい、日陰になってるんでね、だいぶ歩きやすいです。これ陰なくなるとえらいこっちゃになるんだろうな。まあでもね、山頂でね、うどんとソフトクリームが待ってくれていると思うんでね、頑張って登っていきます。え、お、降りる？うん、じゃあ気をつけて、ありがとう。うん、ありがとうございました。また、うん。ご、来ます？ど、どっちの11日？11日。2回あるからね。じゃあ11日よろしくお願いします。もう2本目やもんね。ねえ。なんか汗かく気なかったけど汗かく。はいはい、あ、じゃあじゃあじゃあ、はいはい、はい、バイバイ。バイバイの写真で伝わるんかな。ほんじゃあまた、はい、ご在所で。いや、分岐が出てきました。どっち行ってもいいんですけど、僕優柔不断なんで、はい、選べないんで視聴者さんに決めてもらいました。よいしょ、はい、行きましょう、行きましょう。地元の方にね、合わせて、はい、初めまして、新地登山部です。いつも、はい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 、そら、そらくん、おいで、おいで、おいで、そらくん、そら、おいで、あららら、あららら、立ってもらおう、立ってもらおう。おい、どんなの、どんな、はい、そらって、そら、もう一回、そら、はい、あ、ありがとうございます。もうちょっと待つ、うん、この間ちょっと熱中症になったから、うん、ほら、なると大変やしね。そう、うん、帰ってこれやんで、ゆうちゃん、これ、はい、ちょっと箱で買ってあるから邪魔よ思って、これもう出してる。いやもうこれ三重県なんとかのセリフやし。もらいました、ありがとうございます。ドキドキして、ありがとうございます。じゃあ気をつけて、本当、はい、気をつけて、はい。あ、そして、そして、昨日初めて見た。逆やん、迷った。どんな話やね。また大阪で。私、大阪の、大阪の、大阪の、峠からの、何時くらいの、大体7時に駐車場に着いてる。また、何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 なんそれ。遊んどんの、喧嘩しとんの。
じゃあ、そばを食べてください。大体1時ぐらい。はい。調子園と観音取りを。ああ、行きます。行きましょう。もう、もう、遊んでもうと思って。無駄に疲れんのにもう。私もここから下るから余裕や、ね、もう私も余裕やな、思われて、はい、じゃあ行きましょう、はい、はい、ありがとうございました、ありがとう、あ、また、また来年、来年、私、ご在所、あ、ご在所、あ、そうか、ご在所やったね、はい、じゃあ、行こっか、行こっか、ね、行くよ、おい、はい、はい、またお願いします。はい、ほんじゃね、お願いします。はい、どうも、スローペースやけど、はい、10時33分やっぱね、しっかり暑いんでね、ゆっくり登ってるんですけど、ここ十丁橋、はい、到着です。一番乗りもうね、よく見るあそこっすよ、昔の、はい、ケーブルカートということで、そこまでやってきました。よいしょ、綺麗になってる、汗がやべえいや、今動画。あ、これ。おにぎり最高。おにぎりず。いや、本当や。おにぎりず。いやー、こんなに汗かいたのね、久しぶりです。あ、ちょっとね、汗が乾くまで内緒っすよ、内緒、ちょっと休憩したいと思います。水分補給します。休憩ね、もうちょっとしたかったんですけど、もふもふさんがもう行くぞって言うんでね、はい、出発、はい、出発、もう元気だから、あの人元気だから、はい、出発したいと思います。はい、じゃあね、そらちゃん、バイバイ、バイバイ、行きますよ。天気の方めちゃくちゃいいんですが、ずーっとね、今回の登山道はね、木陰歩いてます。いやー、ただしっかり暑いんでね、水分がね、かなり消費しているといった感じで、そろそろ山頂の広場のとこに到着するかなっていう感じです。わあ、来たよー、うわ、お久しぶりー、どこ見てもお久しぶり、いいね、あっち、なんじゃこりゃ、浜さん余裕やし、余裕、マサさんずーっとなんか探してるよ、なんかあった、せっかく来たから見たいとこあった、あ、よかったよかった、あ、お目当てのものがあってよかった、着いたよ、ここ、はい、あ、そういうことね、行きます、はい、もう一枚、はい、ギリギリで行こうか、シーさん前ビーンって出して、あ、いいね
ネギ塩だね。ネギだよ。ネギだね。待ってね。私も初めて見た。プロモーションお待ちしております。わさびとかさ。僕ら九州呼んでくれる。オッケーですか。はい。誰も配り始めますので食べてください。はい。オッケー。オッケー。はい。じゃあ。浅間ヶ岳山頂到着、イエーイ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、これからね、ちょっと休憩取ってね、次は、展望台の方行きたいと思います。はい、お疲れ様でした。はい、シンジさんのナレーションで、到着しました。お疲れ様です。お疲れ様です。人数ちょっと減っちゃいましたけど、なんとか、はい、私も無事登頂できました。はい、これからソフトクリーム、はい、ソフトクリーム、はい、食べに、はい、在庫の方に移動します。はい。はい、ヤマップでね、コラボイベントをやってるみたいで、カキピーをね、もらいました。ネギ塩だれっていうのをちょっとね、食べてみたいな。ほんと汗かいたなぁ。これはソロですかね。うん、どうぞどうぞ。こっちもはい。俺の汗だくが見られてしまう。めっちゃ汗だく。本当に水分がいる、これは。うん。サムネイル。サムネになる。1.5 リッター持ってきたんですけど、水がもうほとんどないんでね、分けてもらいます。すいません。これでもはい、いいですか。いいです、いいです。持ってもらって、両方持ってこい。こう、あ、そうです。満タン、フル満タンいいですか。いや、いいです、いいです、フル満タン。ちょっと味混ざりますけど。はいはい、ありがとうございます。よし、ビールみたいな。いや、もうありがとうございます。おっとっといってもこれ、これだけはもう、うん、はい、持ってますよ、余分に。よかった、よかった。1リッターちょっとあります。うん、もう休憩なしでここまで来れます。あー、すげえ。はい、こういうのが残って。はい、ということでね、山頂出発して次、展望台の方へ向かいます。こちらね、お邪魔します。お邪魔します。こっから暑いんじゃない？暑い。火が入る、火が入る。道路を歩いていかなきゃいけない。ソフトクリームのためですから。そうや。はい。が、頑張って行きましょう。もっと食べる。はい、浅間クラブにみんな入ろうという話に今なっております。ソフトクリームがね、半額になるそうなんで。浅間さんは、はい、1年間有効です。うわ、あーちー、ほら、日焼けする。日焼けするぞ。もうちょっとですね。大きいぞ。どんな感じかな。風が来ます。うどん、うどん。イタちゃん早いな。元気やね。あんな細い体してんのに。誰かが入っとったら3人ぐらい使えるもん。ああ。
おお。はい、12時43分、展望台、到着です。いや、たくさんお客さん来てるね。うわ、着いた着いた。展望台に、お食事どころ、到着到着。うどん？うどんだね。トイレそっちで。ソフトとうどんどっち？両方と。両方ね。天空ソフト。うどん。サムクラブ取っちゃう。でも全員が入らんでも一人入ったら3人ぐらい使える感じ、うん。はい。あそこの土産物屋の受付。行く？行く？クラブに入る。クラブに入る。うん、入りましょう入りましょう。こちらですね、あの伊勢志摩スカイラインを安全快適にドライブするための方の簡易クラブでございます。はい、で、まあこの券に。あの6マスございます。1年間の間に6個貯めていただくと次3割になります。これ3割になるのは通行料金が3割になります。で最高5割までいきます。1年間有効期限で6個ずつ貯めていただくと、ここね、そうですね、最高5割までいきますので、はい、はいはい、ちょっとだけ入った時は2割スタートですね。そうですね、はい。こちらですね、いろいろあの割引率がございましてですね、2割の場合はあのもし満タンにならなかった場合はもう全部1年間の間で、あの使えなくなりますね。で3割の場合はもし6個貯まってなかったら今度2割に昇格いたします。4割の場合でも3角に、あの3割になってきますので、最高5割までいきますね。でこ の, あの日付だけ1年間有効期限ございますので、気をつけてください。はい、ありがとうございます。5割引ってすごいな。ありがとうございました。どうも。6回企画ですか。はい、会員で入会しました。自販機もあっていいね。はい、会員にね入ってもらいました。これでまあいろいろ特典があるんで早速使っていきたいと思います。向こう行ってないよね。本当に飛べるんかなこれ。え、本当に飛べるんかな。 あそこで飛ぶんすよ。あそこで本当に飛べるんかな。あそこもう若者がやってる。うん、久保さんやったらいけそうじゃない。うん、久保さんはいけそうな気がする。それ上は映らへん。リュック下ろして、うん、いやリュックがいいんやろ。はい、それ押したら全部取れてるからね。いくよ。はい、いけた。もう一回もう一回。はい、せーの、はい、足がつってきた。 2.9 秒やったな。ありがとう。はい、君さん。ん？こういったやろうって、まあやろうねと思ったけど。あ、マジで。交代で食べれるかなと思っとったけど。何も知らんで一気に入れるだけの装備全部入れて帰って、うんうん、いただきます。冷やしがあってよかった、ね、うん、冷やしぞ、ね、これあのいただきます。投資で今現在700人くらいかな。何や700人も入ってるの。名古屋で4000人近い。まあ秋とか700人とかすごい。限られてる。天空ソフト大人気やね。あ、冷やしうまいね。あんだけちょっとオーバーヒート気味やったで。2つ掛け持ちで入ってる。普通のサークルと、サングス会はアルファイヤーで。400円ですね。お疲れ様です。どうしてもらえるんだ。はい、
あの何か商品買っていただければ、うん、うわすごい、急いで写真撮らなきゃ、写真をどうぞ。食べるね、俺。はい、ソフト買いました。食べないと溶ける。うまい。うん。うん。私、名刺渡してなくて、あの、NPO 法の会社へ。また写真撮って、送っていた。ああ、ありがとうございます。うん、僕、日本野鳥の会なんで、名刺ない。リンパマッサージしてもらう。大根さんで珍しい、うん、あのなんか早草だっけ、はいはい、早草が取れるとありがたいんですけど、大根はね、早草よいしょ、はいはい、さあ、うん、これそれぞれ、うん、あの高見通りの社長っていうのは中身先生向こうやな、大根やな、そうそうそう、うん、迷いだけかな、うん、簡単にして、はい、いる地上があれば、あの、はい、やばいやばい、溢れてきた、ほらもう溶けてきた、ダメダメ、だって誰かベタベタになってなかった、やられるで、やられるで、もう大丈夫やろ俺、ここまで来たら、そっからが問題、どうなん、集中してくる喋っとる暇ないね、周りをかじった、うん、そこから溢れてくる、事件が起きる、いいね、なんか風通ると気持ちいいけどね、私も撮って撮って、自販機とねお店でね、あ凍った麦茶カチカチです、結構自販機でね日本飲み物ゲットしてきました、帰りの分これで完璧、お昼ご飯終わってちょっとねお散歩して帰っていこうと思います、はい、ここ看板書いてある通りお散歩道、はい、10分から15分ですね、ゆっくりね歩きたいと思います、うわいい景色や、ハンモック、そんなの、ハンモックね意外と良かったよ、意外とって言い方おかしいな、ああいうハンモックならいいね、よかった、気持ちよかった、人生初のハンモック、あ、そうなんや、はい、今ね、公園のピーク取ってきました、そこにね、伊勢屋沖さんのね、看板がよく見るやつですね、こっちでは、はい、プレートが貼ってありました、で、公園のね、あそこ展望台綺麗なんでね、あそこ進んで、あっこね、行きたいと思います、伊勢島スカイライン見える展望台、はい、はい、いや見えてない見えてないからお、もう帰り出したよ、帰りますか、はい、はい、うわカメラマン魂を作る、うん、ここで花火上がったらここで撮るよね、これすごい、これなんかのピークただのショートカットあ、トイレトイレトイレ、集合写真、うん、標高500m、かっこいい、かっこいい、ドラドラドラ2人のツーショット、うん、アイチーズ可愛くない可愛くない可愛いですよ、もっと入ってるやろ、可愛いちょっとでっかいふりしよう、どこでもいいって言ったもん、知らんよ俺マサさんの行けるは若干怪しいでね、
いけるいける。キロって書いてある。だいぶ来たな、これ。すごいな。すごいね。これキロって山のキロじゃないの？あ、ほら。山の上だけ激しい。一個一個。これチンチンやろな。熱いよ。フリチも。おお。エビさん乗ってるじゃん。え？うわ。ちょっとやっぱこっち大きいのや。うん。おらんだよね、向こうのやつ。いよいよね、上りで使った道っていうか下山がスタートします。するんやろね、多分。案外とね、で。こうやって降りやすると着にヘビが当たりそう周りでしょ。そう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 そはい、時間の方が4時16分ですね。登山口に無事全員到着です。困ってるよいしょ、お疲れさんです。帰ってきました。暑そうね、暑いめっちゃ暑い。お疲れさんです。ありがとうございます。お疲れさんです。ありがとうございます。車どろなくなっちゃってるよ。はい。あ、俺はラッキーだ。ラッキーや。ラッキーでした。当たりや。1011。当たりや。浜さんの車だけ。田舎やった。あったかいとこに置いてある。日陰がいいけどトイレになっちゃった。じゃあエンディング撮りまーす。お疲れ様でした。お疲れ様です。無事、浅間ヶ岳下山してくることができました。はい、三重県一発目のね、山。いやー、本当にね、懐かしい場所、思い出の場所がたくさんあって、で、本当にありがたいことにこんなにたくさんね、一緒に登っていただきました。楽しい一日となりました。明日はいよいよね、御在所だけ本谷に登りますんで、はい、明日も何人か、二人確定ですね、入ってもらいますんで、また、引き続きね、動画の方よろしくお願いします。と、今日ね、リチャンネルさん、はい、リツチャンネルさんね、来てもらってますんで、概要欄の方にリンク入れておきますんで、はい、よかったら遊びに行ってください。はい、私も本当に、はい、何回か行った動画あるので、よかったら見てください。ですね。はい、ということで、今回の動画はこれで以上となります。今回の動画良かったなと思ったら、グッドボタン。そして、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様です。よし、おしまい。ありがとうございます。